古の時代の占い師の予言はよく当たるよなぁ。と思っていたらネットで当たった予言しか歴史書には載せないんだから、そりゃあ的中率 100% だろうよ、みたいな解説があって目から鱗が落ちた、無知なゆっくり霊夢です。わざわざ歴史書に外れた予言は書きませんからね。その話を聞いても予言ができる人間は存在すると信じたい、騙されるタイプの悟りです。今回は三国志武将紹介外伝。紹介するのは孫権の皇后で、中国三大悪女が一人旅行に憧れた女性、韓夫人よ。彼女は中国史上最も皇帝と年の差がある皇后だとも言われているの。年の差カップルってやつね。いくら相手が皇帝でも、おっさんに嫁ぐのはちょっと嫌ですね。まあ皇帝との結婚を拒否したら一族丸ごと処刑されそうだから、拒否権みたいなものはないんでしょうけども。さて改めて紹介するのは韓夫人。孫権が唯一生前に皇后に任命した女性。孫権の晩年頃に子を授かり、運よくその子を後継ぎにすることに成功したものの、その性格の悪さから暗殺をされた女性。彼女は一体どういった人物なんですか？韓夫人は揚州会系軍校証券出身の人物で、法律違反をして処刑された役人を父に持つ人物よ。韓夫人はそんな人が父親名ばかりにお姉さんと一緒に罪人の一族として職室に連れて行かれて強制労働をしていたんだけど、偶然にも彼女は後の皇帝である孫権の目に留まって皇宮に連れて行かれることになったの。そして孫権が優に60歳を超えている時に、韓夫人は孫権の七男にあたる孫陽を出産したの。当然ながら孫陽は孫権の末っ子ね。韓夫人もなかなか生まれてからハードなスタートを送ってますぜ。しかも自分が犯した罪じゃなくて父親のせいで。まあ皇帝の子を産んだ韓夫人ではあったものの、当然ながら彼女の子が皇帝になれる可能性は0に近かった。孫権には7人の男児がいて、長男と次男はすでに病死しているものの、それ以外の子はピンピンしていたからね。しかし、孫権の子で三男で大使である孫和と孫権が、個人的にめっちゃ寵愛していた四男の老孫派が後継者争いの戦いを起こすと、この戦いは壮絶なものになった。朝廷の臣下たちはそれぞれ大使の孫和派閥と四男の孫派派閥に分かれて、それこそ誹謗中傷合戦を繰り広げてとんでもないことになったのよ。故に孫権はこの混乱を収める。ために250年に三男の孫和を廃嫡し、四男の孫派をこの混乱を起こした原因として自害させたの。そして孫権は五男の孫奮と六男の孫休をすっ飛ばして末っ子の孫陽を新たに大使に任命したの。なんか見守っていただけで我が子が皇帝になった韓夫人は幸運ですぜ。韓夫人は当然我が子が跡継ぎになったもんである程度の権力を手にすることに成功した。なもんで彼女はまず孫権に職室にいる姉を解放し、彼女が外に嫁ぐことを許しください、と孫権に懇願してこれを認めさせた。そして251年には韓夫人は皇后に任命されて名実ともに後で上り詰めたのよ。自分の子が大使になって最初にやったことが姉の救出。彼女は優しい女性ですよ。まず間違いない。それはどうかしら。どんな悪人でも身内だけに優しい人はいくらでもいるわ。韓皇后は生まれからしてめちゃくちゃ性格が悪い女性で、自身も素晴らしい容姿を持っているだろうに美しい女性を見るととても嫉妬したの。故に彼女は孫権からの寵愛を利用して殷夫人をはじめとして様々な美しい女性を誹謗中傷して死に追いやったのよ。なかなかにアクティブな女性ね。むぅ。でも韓夫人にとってみれば、自分より美しい女性に孫権が惚れ込んだら自分の権力がなくなるので早くこの目を摘んでおきたかったんでしょうよ。寵愛ってのはそれだけ危ういものですから。その後、孫権が病に倒れると韓皇后は人を派遣して中書令孫公に、皇祖有法の皇后である余地は、皇帝の仕事のように政治を行ったのか、と質問しに行ったの。おそらく彼女は息子の孫陽がまだ幼いので、孫権の死後に孫陽の代理として自分で政治を行う気満々だってことだと思うわ。むむむ。なかなかに野心たっぷりな女性ですぜ。252年。韓皇后はずっと病気で苦しんでいる孫権の看病をしていたものの、
その疲労がピークになったのか彼女は病気になってしまい眠りこけてしまった。ここで救助たちは常日頃憎んでいる犯行後に隙ができたことから彼女を考察したのよ。まさか病気で苦しんでいる孫健より前に死ぬとは。当初、犯行後は病で、亡くなったことにされていたものの、後に犯行後が殺害されたことが判明するとこの件に関わっていた者ら6、7人が死刑になったみたいね。その後間もなくして孫健が病死すると犯行後は孫健と一緒の墓に葬られたみたい。犯行後は多くの女性たちを誹謗中傷して死に追いやってきましたからね。正直、いつ恨みを買って殺害されてもおかしくない状況にありましたが、まさかこのタイミングで暗殺されるなんて。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。権力を握ったとしても人の恨みはとても恐ろしいものだということがよくわかる話でした。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。